ディキルは、ジブチ南部、ディキル州の都市。映画、猿の惑星のロケに使われたアッペコから見て、東側に当たる。首都のジブチ市とは、国道で結ばれている。2012年現在の推計人口は2万908人。ディキルは、ディーキル、ディキールとも綴られる。アディスアベバ生まれのイギリス人探検家、気候作家のウィルフレッド・セシジャーが1934年に、 リキルを訪れた際、フランス人入植者によって建設された、最も堅固な要塞に驚かされたと述べている。この要塞は、セシーチャーのことによれば、20フィートの高さを持つ銃眼を、設けられた壁を持ち、上部には、鋭利なガラス片と有刺鉄線が設置されていた。また、二つの監視塔が設けられていた。訪問の際、現地の守備隊が、 現地から経済的支援のみを受けており、軍事的、人員的援助を受けていないことから、セシジャーはこの砦がかつては、フランス人ではなく現地人によって使われていたと考えていた。1977年から1978年にかけてのオガデン戦争の結果、約8000人に及ぶソマリ族の一サ氏族が、隣国のエチオピアから流出し、近接するアリサビエと共に、 これを受け入れ難民キャンプを建設した。ジブチ内戦後の1994年に設置されたアルタ州に属していたが2003年にディキル州がアルタ州から分割された際にその州都となった。ディキルの月ごとの気温及び降水量は以下の通りとなる。西方のダナキル砂漠に近いこともあり、降水量は少ない。ありがとうございます。